レブンワース軍はアメリカ合衆国カンザス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は76,227人であり、2000年の68,691人から11.0%増加した。軍庁所在地はレブンワース市であり、同軍で人口最大の都市でもある。レブンワース軍は 人口200万人を超えるカンザス式大都市圏に属している。レブンワース軍は1866年8月30日に州内未編入領域から設立され、カンザス準州議会によって最初に設定された33軍の一つである。軍名は米英戦争に参戦した士官、ヘンリー・レブンワースから取られ、軍庁所在地のレブンワース氏も同様である。軍内には、 カンザス州で初のカンザス州立大学農業相談員がいた。レブンワース軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は468.33平方マイルであり、このうち陸地は463.27平方マイル、水域は5.06平方マイルで、水域率は1.08%である。レブンワース軍の水系は、南のストレンジャークリークを介してカンザス川流域と、東のミズーリガー港湾と首都市とをつないでいる。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。レブンワース郡は10の軍区に分けられている。レブンワースとランシング市は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、 軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。